こんにちは、ゆるせみです。今回の動画では1日1食生活のメリットデメリットということで、私ゆるせみが1日1食生活始めて1ヶ月経ちましたので、その感想だったり思ったこと、こういうのを交えながらメリットとデメリットをご紹介していこうかなと思います。今回の動画での注意点なんですけども、今回の動画で僕ゆるせみが話すことっていうのに関しては医学的根拠はありません。あくまでも僕が感じたこととか思ったことというのを交えながら話すメリットとデメリットになります。ですので、その点はご注意ください。結論、一日一食生活は人によって合う合わないが大きいと思います。ということで、一日一食生活送って1ヶ月経ったんですけども、実際僕自身も合ってるか合ってないかよく分かりません。まあ栄養面とかでの不安があるので、その点でですね、合う合わないっていうのが大きいと思います。まずこの僕ゆるせみがですね、一日一食生活を始めたきっかけっていうところなんですけども、私自身がセミリタイヤを目指してまして、セミリタイヤを目指す一環としてですね、まずは体の健康状態を正常に持っていくためにダイエットをしようっていう部分と、食費の節約でお金を貯めていこうっていう2点の部分を考えた時に、一日一食生活がいいんじゃないかと思って始めました。実際にその一日一食生活1ヶ月やってみての結果っていうところですが、ダイエットの方ではマイナス2キロ、食費の節約という部分ではまあ少し減ってるかなって感じです。まあ少しっていうのは具体的に言うと2、300円ぐらいかなというところです。というのが1食あたりの金額が増えました。やっぱり栄養面を気にして1日1食だけしか食べないとなると、1食あたりサラダを追加したりとか、そういったことで金額増えてしまいました。ではですね、早速メリットを話していこうと思います。まず1つ目、たくさん食べなくても大丈夫なようになるということで、1日1食生活、まあ、続けていくことによってですね、おそらくですが胃が小さくなっているんだと思います。おかげでですね、たくさん食べなくてもお腹がいっぱいになって、1食なんですけどそこまでたくさん量を食べなくなりました。まあかといって空腹っていうわけでもなく、お腹が満たされている状況ですので、お財布にも優しいのかなと感じています。次、2番目ですけど、何を食べようかと悩まなくてもよくなるということで、私一人暮らしなんですけども、昼と夜何食べようかなって悩むことが多かったです。毎回何を食べようかなって悩むとちょっと面倒になってくるんですけど、一日一食生活をやり始めて夕食で悩むことがなくなりました。では3番目、ご飯を食べる時間がそのまま空き時間になるということで、私昼ご飯は食べて夜ご飯は食べてないっていう形でやってるんですけども、夜ご飯、食べてないので帰ってきてからそのまま自分の好きなことに時間を使ってます。30分ぐらいが好きな時間が増えたかなと思ってるので、これは良かったかなと感じてます。4番目ですけど、食べる量が減るということで体重が落ちやすい。当たり前ですけど1日1食食べる量が減ってしまいます。その分体重が落ちやすくなります。次、5番目、食費も節約できるということで、1日1食ですのでその分食費が安くなります。ですのでお金の方も少しは節約できるかなと感じています。で、6番目、満腹で眠くなることが少なくなるということで、夜ご飯とか食べてしまうとそのまますぐ横になって眠くなって朝を迎えるっていうことが僕自身多かったんですけども、夜ご飯食べなくなって満腹ではなくなったので、夜でもまあこうやって動画撮ったりとかブログ書いたりとか、そういった活動ができるようになりました。そういった意味では時間の有効活用ができているのかなと感じています。次にデメリットの方をお話ししていきます。最初はですね、空腹が辛いです。もうこれ本当に辛いです。でも1週間頑張ればこの空腹徐々に辛くなくなってきます。ですので1週間頑張ってみましょう。次、2番目、体がだるいような感じがするということで、まあこれもですね、
食事の回数が減ったことによってなんかエネルギー不足のような感じがします。そしてなんかやる気も出ないし、なんかだるいし、すぐ眠たくなってしまいます。でも1週間経ってくるとお腹が減ってる状態っていうのが通常の状態になって、なんか体が軽くてキレが出てきたような、そういった感じになってきます。ですので、この最初の1週間っていうのは、辛いですけど、皆さん頑張りましょう。次、3番目、栄養が不足しがちということなんですが、1日1食生活なんでですね、栄養もちろん不足しがちになります。その分はですね、サプリメントとか野菜ジュースとか、そういったところで補充していきましょう。次、4番目、1回の食事が貴重になり、安易な食事ができなくなるということころで、1回の食事、まあ僕の場合お昼なんですけども、お昼ご飯何食べようかなって悩むようになりました。はい。さっきメリットで悩まなくてよくなると言ったんですけども、1日1食にしてからは、その1回の食事の貴重さっていうのがよくわかるようになってきて、その分、その貴重な食事を何にしようかなって悩むようになってしまいました。ですので、安易な食事、マクドナルドとかファミレスとかそういうところでの食事っていうのがなんか味気ないというか、もったいなく感じてしまいます。まあ、ですので、まあ、デメリットではあるんですけど、メリットでもあるのかなと思います。そういったですね、ファストフードとかそういったものを食べなくなるっていうところではメリットかなと感じてます。まあ、でも、そのお昼悩む、僕の場合はお昼なんですけども、ちょっと悩むことが多くなってしまったので、その点ではデメリットかなと思います。まあ、だからメリットの悩むことが少なくなるっていうのと、今回の1回の食事が貴重になって悩むっていうところで、まあ、プラマイゼロのような感じもしてきましたね。次に5番目、食を楽しむ機会が減ってしまうということで、食を楽しむことっていうのは人間の娯楽の一つでもあると思います。美味しいものを食べたいとかですね、そういう機会がですね、減ってしまうわけですね。1日1食ですから。通常では3食食べる人が1食になれば、2食分そういう食べる楽しみっていうのが減ってしまうので、そういうのをもう生きがいにしている人たちは、まあ1日1食生活は向かないのかなと感じています。ということで、1日1食生活をしない方がいい人、さっきもちょこっと触れましたけども、まあこのような人たちかなと思います。病気がちな人、こういう方はまあもちろん病気が進行する可能性があるので、1日1食生活はしない方がいいかなと思ってます。また、体を動かす仕事や運動をしている方、こういった方々は日々の生活でエネルギーを使いますので、1日1食生活ではエネルギー不足を起こすと思います。ですので、1日1食生活しない方がいいと思います。あとは成長期のお子さんですね。これはまあお分かりの通り、体を成長させるためのエネルギーがですね、不足してしまうといけないと思いまして、しない方がいいんじゃないかなと感じます。で、先ほどちょこっと話しました、食が生きる楽しみになっている方、あとはご年配の方、ご年配の方はですね、まあ動くことも少なくなっていくとは思いますけども、体を維持するためにはやっぱり栄養素っていうのが必要になってきますので、1日1食生活では栄養不足しがちですので、やめた方がいいのではないかと感じます。では1日1食生活をする上での注意点ということで述べていきたいと思います。まず1つ目、栄養が不足しがちになるためしっかりと補充しましょうということで、先ほどもデメリットのところで述べましたけども、栄養が不足しがちです。ですので、サプリメント、野菜ジュース、そういったものを使ってしっかりと補充しましょう。次、2番目、体に異変が生じたらすぐにやめましょうということで、1日1食生活、まあ、これからやろうかなって考えている人いらっしゃればですね、もし自分の体に異変が生じたらすぐにやめてください。1日1食生活によってどういった影響があるのかっていうのは、僕自身もまだ1ヶ月やってますけど、まだよく分かってません。ですので、すぐにやめた方がいいと思います。次に3番目、激しい運動は控えましょう。これはエネルギー不足に陥るんじゃないかと思いまして、激しい運動をする方だったりは、もう1日1食生活をしない方がいいと思ってます。そして、1日1食生活をこれからやろうっていう方は、激しい運動は控えるようにしましょう。
では一日一食生活続けたいと思っている方、そういった方、どうやったら続けられるのかっていう部分でお話ししていきたいと思います。まず一日一食生活の一番の敵は空腹です。じゃあその空腹どうやって乗り越えるかっていうところなんですけども、水や炭酸水を飲むことによってお腹をですね、膨らまして空腹を紛らわす、こういった形で乗り越えるのがいいんじゃないかと思います。あとは書いてないですけども、仕事が忙しい時とかに一日一食生活をすると、忙しい仕事に気を取られて空腹を気にしている場合じゃなくなるので、そういった方法もありかなと思ってます。次、2番目。職場の付き合いや友達と遊ぶ時などは無理せず食べる。ということで、一日一食生活、自分自身がやってるのはいいんですけども、周りの方にあまり迷惑をかけないようにしましょうというところですね。周りの職場の付き合いとか友達と遊ぶ時に、周りが食べてて自分だけ食べないっていう状況だと、ちょっと空気読めてないのかなって感じがしますんで、空気を読んでですね、一日一食生活をやってる状況でもですね、周りの状況に合わせてですね、無理せず食べるようにしましょう。次に3番目。栄養面には注意しておきましょうということで、栄養面、やっぱり一日一食生活をする上では非常に問題になってきます。ですので、サプリメントとかそういったこともいいですし、ちょっと栄養素の勉強とかをして、体に必要な栄養素を自分で補充していくような、そういった動きもやっていくことが重要かなと感じています。次、4番目。たまには好きな一食を食べるということで、一日一食生活、健康面とか栄養面だけを気にしてですね、一食を食べ続けるっていうのはちょっと辛いと思います。ですので、たまにはですね、マクドナルドでもいいし、ラーメン定食みたいな形で炭水化物ばっかりのものを食べてもいいんじゃないかと思ってます。たまにはこうやってですね、栄養を度外視した一食を食べることによって、リフレッシュして続けられるんじゃないかなと感じています。はい、ここまで長々と語ってきましたけども、結論としては、先ほどと一緒で、一日一食生活は人によって合う合わないが大きいと思います。今まで話してきた中でもですね、一日一食生活やらない方がいいんじゃないかっていう人もいると思いますんで、ですので、自分自身が合うのか合わないのか、まずは1ヶ月とかそういうのって試してみるといいんじゃないかなと思います。僕の場合合ってんのか合ってないのか、正直あまりよく分かってないですけども、1ヶ月続けてきた中で、続けられないことはないのかなっていう形なんで、合わないわけではないんじゃないかなと感じています。はい、今回の動画は以上になります。今回はセミリタイヤをする上で一日一食生活を取り組んでいたので、その一日一食生活のことについて話をしてきました。このような形で、セミリタイヤに関連するようなことを発信していきますので、ご興味のある方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。では、長々とありがとうございました。